入りください。よろしくお願いします。お願いします。はい、でまず琴音さんからまず質問してください。はい、真央です。お願いします。なんで、なんで、なんで、バイトの面接なのに今日からの服なの？なんであなた今日バイトの面接なのに今日からの服なの？今日私スーツで来てくださいって言ったでしょ。私がこのコンビニを選んだ理由は家から近いため通勤しやすいかなと思ってが大好きなんだ。このコンビニを選んだ理由がお寿司が大好きだということで、それだとダメです。寝ないでください。はっきり言って好きとかだけだと、いやほんと踊らないでください。はっきり言って好きとかだとここのコンビニ忙しいんで務まらないですよ。でもまあ人手不足だし、あなたは笑顔がすごく可愛いからちょっと悩むべきではありますけど、じゃあもう一つ質問させていただきます。ここへは何で来ましたか？ここは何時までですか？ここは何時までですか？はい、お母さん。お母さんお母さんお母さんお父さん妹、弟です。あ、お母さん、お父さん、妹、弟、はい、じゃあ私から質問したいと思います。はい、コンビニの商品で好きな食べ物を教えてください。はい、コンビニの商品で好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物はお肉です。お肉、はい、コンビニ商品の、コンビニの商品です。コンビニの商品の中のお肉。分かった分かった。唐揚げくんです。あ、すいません、私のところファミリーマートとからあげくんが来て、あ、私たちのお店、ファミリーマート、私たちのお店、はい、からあげくんじゃない、からあげくんが好きです。からあげくんじゃない、私たちのお店ファミリーマート、ファミーマ、ファミチキが好きです。私が聞きたいのはここへの交通手段ですよ。何で来たのか、交通費がどれぐらい支払えばよろしいのかっていうのをちょっと知りたいのでお聞きしたいんですけれども、ここへは何をしに来ましたか？ダメです。はっきり言ってあなたみたいな頭がパルピーは
ダメです。帰っていいです。お帰りください。はい。何ですか。はい。何ですか。私からも言わせてください。あなたのそのここの緑は何ですか。緑。はい。それはおかしいじゃないですか。私は海藻。毒キノコです。はい。いや、髪の色じゃなくて頭がパッパラパーってことです。髪色がピンク。はい。拍手が通じないんでちょっとやめてもらいましょう。じゃあ不合格です。本日はありがとうございました。不合格でした。髪の色がよろしいということなので採用させていただきます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お帰りください。ありがとうございました。お帰りください。お帰りください。いつから出勤ですか、はい、いつからですか。明日お帰りください。明日5時半から上がったバイトです。明日は5時20分出勤で、はい、終わりですか。お帰りください。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。バカなチェゴもたくさんしてくださいね。東京大阪のライブみんなに会えるの楽しみに待ってます。またねー。